はいどうも、ネクロスです。前回続きからやっていきましょう。前回なんとね、最後のアイテム、弓矢っていうのをゲットして、ここの扉も意外があって行かなかった場所か。そう、これで古いのんと行っちゃう。うわ、いっぱいで、今のんと古いのんで、時代をね、分けて、うまいこと切り替えながらやっていくのが多分今回のあれなんですけど、こっちはビリビリなんていうか、このビリビリは、現代に戻したら、ちょっと古い方に戻したら、ビリビリはなくなるんですけれども、こっちにスイッチがあって動かす台がある。まあこれですね。これはオッケー。なんか開いたよ。あ、下に行ける、下に行ける。そう、下に行ったらね、いいのがあるんですよ。いいのがっていうかあるんですよね、宝箱の道が。こっちオッケー。これで降りて、オッケー、降りる。こっちの地下に入る。誓ってた、あれやな。扉開ける。こっちはあっちに、なんかあるな。だっけ、待って、マップ、とりあえずマップ。あ、ちまちか3階、ここに上がる階段あったから、とりあえずまっすぐ行って、左曲がったらちょっと確認しよう。まっすぐ行って、ちょそんな無理やん。なんか壁があんねんけど、これはあれかな、なんかの仕掛けがあるんかな。待ってね、登って、待って、ボコブリンさんがおる。わかるよ、その痛みは。俺だって男やから。でも弓矢でなんか仕掛けするスイッチないから、ここはとりあえず今無理なんかな。ちょっとまたこれ謎に詰まるパターンかな。なんか今変なんだったな。お、牢屋。ニンニン、どうやってここまで来たんだね、ヒロ。船長と一緒に来てくれたから、ああ嬉しい。でもそのビリビリのここから出れない。ほうほうほう。地下に、さっきのボコブリンの、あそこを撃った場所じゃん。はい。今度からね、電源を入れる。なるほど、電源入れたらなんとかなるっぽい。この2箇所に電源がある。オッケー。一回ね、頼むけど。では、とりあえず電源とか戻ってみよう。宇宙の扉でんですけど、閉まってるよね。こっちなんかブルブル回ってる。あ、この間ってこと。いや絶対無理やろ。この辺からさ、時空石って起動できんかったっけ。こっからじゃ無理よな。また謎か。あ、こっからいけるやん。あ、こっからいける。どこや。違う、勝手に C が離れるんだ。 OK、 こっから開いてる。 OK、 これで古い方になったから、あ、これか、こうやんのか。これどこの扉が開く。隣からどうなすんのかな。隣からまたなんかするんと思うんやけど、スイッチがあって、これなんかずっとのしとかなあかんスイッチやろ。どけ。あ、またお前か。これはどないすんのかな。押してどうすんの。ここからスイッチが見えたりする系。スイッチとかは特にない系やろ。じゃあ今の押す意味ってあんの。お、こんなとこ登れた。ちょっとスイッチやってみる。あ、そこが開くんか。じゃあここから乗った状態でこうやって貫通させると、こうやったらどこの扉が開く。そこの扉が開いた。オッケー。じゃあそこの扉入れるようになったか。オッケー、来たよ。はい、
はい。やばい、いっぱい出てくんな。あ、これか。え、あ、これあれか、時空石で時戻さなあかんのか。じゃあ戻していきます。オッケー、これで時戻したから電源が入ると。でも2つあったからちょっと1つ、もう片方の扉はこっち側ね、こっちの左側ちょっと閉まったまんまやから、もしかしたら電源こっち入れたらそっちの扉も開くみたいな感じかな。ボコボリンさん、あかん。オッケー、ちゃんと向きを見なあかんな。ハート、オッケー、手に入ったかな。あ、動くようになったと。でもあと1個やらなあかんからな。剣長いないか。マスター船員が言っていた通り、機関室が動き始めたことを確認。もう一つ念に入れれば完全に行かれへんと。二つ目のところ急げ、急げと。急げ言われましてもね、こっち扉閉まってんですよね。ほら、なんでこっちの扉を、こっちの扉ね、古い方現代に戻す状態ったら、意外があっていけないんですよね。で、どうにかしてこっからやりたいんですけど、この二つ目のこの穴って何なん？さっきからちょっとチラチラ思ってんねんけど、ここって開いたから何があるっていうんだい？ねえ、ちょっとわかんないですね。また謎かな。とりあえず上に行って上から地球石解除してみる？ん？何あれ？何あれ？小舟があって、これ乗った状態でやるのかな。降りたよ。もしかしたらさっきやってたここ、なるほどなるほど。じゃあこっから時空石起動させたらいいや。ちょっと待ってね、こっから無理やが、もう一回ちょっと上上がって、ちょっと上上がってくれるかな。ここから下じゃあ解除して、でまた下に行くと。よしよしよし。でここに光があるってことは、中からやるってことやな。待ってな、待ってね。えい、これで扉が開けたと。これショートカットかな。んで、こっから、この光のところから、オッケー。あっちやな。軸石起動。ビリビリ言ってるな。で、電源。オッケー。で、これで地下行こう。地下ってそこやんな。そこの今入ってきたところからやから、ちょっとぐるって回ってこなあかんけど、地下に行ってみよう。まず、完全に動いたことは確認、救出しようと。なるほど、動いてる。オッケーオッケーオッケー、待って急いで、どうなの。オッケーオッケーオッケー、こいつら動いてくれたおかげでね。危ない、オッケー。でこっちか。あ、待ってここよ、ここやね。ここの階段登ったら宝箱フィーバーやって。これで、こっち、ほら。こっちに登る。オッケー。これ宝箱、鬼宝箱やで、これ多分。見ときよ。ほら、やばい。マジでこれやばい。これは本気でやばいやつ、これは。ねえ、見て。もう一回見せるわ、この宝箱よ。やばくね、マジで。開けてっか、絶対フルピーはあると思うな。あー、オッケー、一個しかなかったから、これはマジで嬉しい。おお、やっぱりな。またか、まあ嬉しいけど、ちょっとかぶんのはちょっとんーって感じやけど、まあ、はい、まあいいでしょう。どうせ女神の落とし物もあれだ。え、待って、ちょっと待ってな。じゃの結晶ハクルピー、じゃのなんて言っていいんですかね。ちょっともうちょっと考えてもよかったんちゃうかな。真ん中300ルピーとかあってもよかったと思うけど、ちょっと
単純すぎやしか。お、ここ連発でダッシュでいいかなかなとか。また無知あるな。無知。あ、これであの上に乗んのかな。ポン。これ乗って、オケイ。乗って、オケイ。オケイじゃない。オケイ。待ていい。待て待ていい。無知。あ、これでショートカットができたと。でももう宝箱もうないから特に考えることもないと思うけど。おお、壁。こっちも壁か。こっちか。無知。あ、いや、おお、助けに来たよ。炎を求めてきたよ。んで復活させるには船の制御を取り戻さないと。制御室は、このような専用の狩りが必要と。船長室にあると。狩りをやるだ。これで船長室に入る。あ、狩りゲットや。うん、あそこあったもん。狩り必要な場所あったから。うん、そうそうそう。してるしてる。先に脱出してるけど、あ、すまないけど頭くすったけど。じゃあその狩りあった場所に行ってみましょう。来た。あービリビリ、あービリビリ、こっちかな。うーん、閉まってるっていうことはあれかな、古い状態にしてこいってことか。それってあのビリビリはなくなる。おれい、これで現代に戻ってビリビリがなくなったから、うん、なくなったから入れるっていうか、その奥に行けるようになって、で奥に光が見えてたから、この中から新しくするんかな、新しくちゃうな、古くするのか。待って、お、アカルピーとか出やん。アカルピー出た。あ、言った通りや。お前どうせプチカット、プチカットじゃなかった、アカルピーやった。めっちゃ金やばい、ほんまにやばい。さっきね、さっきっていうかほんの前にね、何やったかな、あれ買ったばっかりやのに、プチカット、命のメダルか、買ったばっかりやのに、めっちゃルピー出るな、ほんまに。ルピーんで、なんかスイッチがあるで、まだまたお前らか。これスイッチを押したらどうなる。あそこか。あ、でもビーモスさんが邪魔やから、現代に戻してビーモスさんを元に戻さないといけないという状況かな。こっからやな。どこや。あ、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 待てな。あそこやねんけど、あった。はい、オッケー。でボコブに倒して、ちょ痛いですね。オッケー。怖い怖い怖い。オジ届いてない。これさ弓矢ってどうなる？お、一撃。おお、一撃や。弓矢一撃。ビームもすんや、弓矢やな。これで開けて、あっちにおる。倒しとく？オッケー。オッケー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 。でこっちの扉開けると、うわ、ビーモスさん目の前におるよ。左にもおるよ。これ横から当てれる。オッケーオッケーオッケー。これで目当てて、オッケー。チルピーかな。お、ボス部屋の鍵。オッケーオッケー。あとはもうこれ取って戻ったらもう単純クリアや。どうせボス部屋の狩りも簡単やって。どうせね、いつも通りのね、あれですけど、毎回恒例行事ですけど、今まで一回も詰まったことないっていうな。生かした像を手に入れたブツブツのヒューマンがたまらない。なんとも生かした形の像、像なんやな、これは。これが繊維の言ってた制御地の狩りだと断定します。出発印の記憶です。これは知ってるから。はい、急ぎ戻りましょうと。じゃあそこまでカットでドーン。とりあえず今回このようにしたいと思います。次回はこのね、いつも通りの、どうせすぐ決まる、超絶簡単なもうクソ甘々パズルをやって、ボス何やったかな、なんかイカみたいなやつだったかな、タコみたいなやつだったかな、あんましょぼてないけど、とりあえずボス倒してまたね剣を強化しましょう。じゃあ今回はこのようにしたいと思います。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。